カウンセラーの山田恵美です。今日は女性性、男性性の話をしていこうと思うんですが、ね、女性性と男性性の話をするときに、なんかステレオタイプに私はさっぱりしているのでとか、なんか私は男っぽいんですよねみたいな感じのことを言う方がいるのですが、やっぱり女性性も男性性も自分の中に両方持っているので、男性性が強いという言い方を一般的にしている方は、多くの方が、逆に言えば私が見ると女性性というかステレオタイプな女である人が多いなと思うことはあります。それは何かっていうと、やっぱ綺麗だよね。綺麗な人は、その綺麗にしよう、男の人が好きな綺麗っていうのとはちょっと違くて、自分の美意識の中にある美しさの話なので、まあその上がり前に爪のネイルサロンに行ったりとか、あのまつ毛行ったりとか、そういうことができる人って男性性も強いなと思います。でそこの中にあるのはやっぱり男性性女性性の話になると、女性性ってやっぱ 女の子を思い浮かべていただければいいんですけど、まあ、あれも欲しい、これも欲しい、あれもしたい、これもしたいという欲望まみれな女性たちですよね。なんかそこのじゃあどういう女性がこじらせているか、女性性が出てないかっていうと、言ってもどうせ分かんないんでしょ、察してよみたいなやつ。なぜかっていうと、今まで言ってきてもどうせやってもらえないじゃんとか、言わなくても分かってほしいとか、もしくは挙句の果てには褒めてほしいみたいなさ、分かってみたいな承認欲求、自分の旦那さんには分かってほしい、何を言わなくても褒めてほしい、分かってほしい、うわみたいなやつが、まあその女性性がこじらせたバージョンかなと思います。で、同じ横にいる男性性、まあその一人の人形の中にいるという男性性なんですけど、まあ何があるのかなとって思ってみると、やっぱりそういうこじらせた女性の横にいる男性性、男性はですね、基本やっぱりあれですよね、あのドリームキラーって言われる、そんなことやってもダメなんじゃないみたいなこと言う人いるやん。まあ私も友達とかにもいるしさ、あのそんなのお金になんないよじゃないけど、そんなの無駄だよみたいなやつがいっぱいあって、そんなの無駄だよとかさ、いっぱいあるよ。で、そんなの難しいよとか、お前にできるはずないよみたいな心の声であったりとかするのが、やっぱり、表に出てくるから、だいたい自分の親とかはパートナーとか多いよね。旦那さんにすごい反対されますとかさ、旦那さんにすごいってなんか旦那の声を信じてしまっている方が多くて、それって自分の声だから、やっぱり自分の中にすごく自分を批判する声みたいなものが強いんだよね。それをなくしていくとですね、周りの声もまあ気にならなくなるし、言わなくなります。やっぱり言ってほしいんだよね。そこ言ってほしいっていうか、そこにフォーカスしてるというか、だからやっぱり自分の声なんですよ。で、それはやそのだから、どうせダメじゃんって言うじゃんって、そんなことできないよって言うじゃんって言うから、自分でその望みを言わなくするわけですよ。で、言わなくするからどうなるかっていうと、こじらせて黙秘権じゃないけど、何も言わなくても分かってくれるんでしょって言うと女性が出来上がり、男性性は自分の中の男性性はそんなのどうせダメだよみたいなことになっているから、旦那さんにもそういうことは言わせているということなんですよね。で、それもセックスレスとかもそうじゃないですか。自分から誘わないとかね、なんかね、そのエスの人に多いのがやっぱね、旦那と何かをしないと幸せじゃないんですっていう、すっごい多い、もう本当に超依存なんですけど、もうだから何でも旦那さんやって吹けないとダメなんですよ。例えば、デートのセッティングとか、どっかに行くとかもそうだよね。あとなんだろうな、そうね、だからただレストラン選ぶもそうだよね。勝手にさ、旦那さんが選んでなんかやってくれないと嫌だって言って
って選んできたとこがなんか焼き鳥屋だったからどうのこうのとかあった。で自分が行ってその旦那が喜んでくれないんですとかもそうだよね。あの自分は喜べばいいんだけどね、あのなんか2人でこう、すぐそうやって相手の反応だけによって、でも私が好きなとこ行くと旦那が喜ばないんですみたいな、それでね自分の中に何かねこうねせこう責める言葉みたいな責任感みたいなのもね私も思うんだけど、おいしすぎなんだよ、たかだかレストランぐらいで。そんなどっちでもいいじゃん、自分が楽しければ。でまたさ旦那が行きたいとこ行けばいいじゃん。でもなんか最初なんかそこだけは今そのそこしか機会がないみたいな感じで、やっぱ旦那喜ばないんですよみたいなのが多い。でやっぱ自分が喜んでると旦那さんを連れてっても旦那喜ぶようになるよね、当たり前だけど。だから前あったのがディズニー行ってきて、まあ、1年前とかまではさ絶対ディズニーなんか行かないようだかさ、夫婦だったりとか家族だったりするわけじゃん。でもさやっぱり奥様が喜んでる姿を見たいから、喜ぶことによって楽しいからパートナーも楽しいなって思ってくるようになったみたいな。だからそこがまず自分から始めるっていうところの女性性の喜びとかもそうだと思いますね。で、まあどうしてもその男性性っていうか自分を批判する声とかそういうのが出てしまったりとかするときに、するじゃん。なんかお金稼げなくなっちゃったときとかさ、病気になっちゃったときとか、まああとなんか始めようと思って、でなんかブログでも何でもいいけどなんか新しいこと始めようと思ったけど、いやなんかどうせダメだよみたいな声が強くてやめちゃうとか、なんか物が続かないとかもそうかな。そこってやっぱり男性性のなんかできるよできるよできるよっていう気持ちがないところだと思うんですよね。うん、そう男性性じゃんそこは。で、でもねもう一個の視点っていうのがあるんですよね。それはやっぱ神の視点かなと思って、ハイヤーセルフだなと思って、その結局自分がそうやってできるよできるよって言えない自分とかもいるじゃない。あと応援できない時とかやっぱ批判的になっちゃう自分みたいなのもいたりとか、わがままが同行してしまう時とか、欲しい欲しいだって全然行動できてないじゃんお前みたいな、その欲しい欲しいが出てるのにもかかわらず言わないとかさ、自分にそれを認めないとか、そのこじらしちゃったりとか、まあそういう時でも全部 OK な視点、もういいよみたいな、全部いいよみたいな、失敗しちゃってもいいし損しちゃってもいいし間違っちゃってもいいし、自分も行ってみたけど自分も楽しくないみたいなさ、だからで自分がレストラン選んだんだけど全然なんか何外れだってたみたいなさ、そういうなんかそういうこととかいっぱいあると思うんだけど人生より、それでも全然いいよみたいな、あなただけをいつも見てるし、あなただけ愛してるから別に一緒にいるだけでいいっていうか、もう存在してるだけで最高だからそんなのどうでもいいしっていう、だから稼いでようが稼いでないがどうでもいいし、もう全部 OK、 もう全部いいみたいな、そういう視点っていうのがあって、だから女性性男性性ってやっぱ3次元だから、そこにはまっちゃうっていうのがやっぱ苦しみを、その結果を出せないから苦しいみたいになっちゃうんだと思うんだよね。でもその次の視点っていうのがあって、それはもう何でもいいの、その自分が責めてる自分もいてもいいし、自分が嫌いな自分もいてもいい、でもねもう全部 OK だから大丈夫大丈夫みたいな。でその視点、その全部否定がないその安全な視点っていうのを皆さん親とかに求めますが、あとパートナーとかね、もうねほんとやめようぜって感じ、男に求めんのやめようぜその視点って思うんだけど、男の方がもうなんか心が狭い人多いですから、弱い人多いしね、だいたいほら甘やかされて育ってる人がそんな大きいさ視点を持てるはずないじゃないですか。だから男の人って生まれた時点でもう甘やかされてるわけで、ある意味
あの高い下駄を履かされていると言われていますが、まあ、そういう部分もあるわけですから、やっぱりそんな人にね、あの大きい視点を求めるとかちょっと間違っていると思いますよ、ね、よくわかんない。なんかだからそのもちろんあの旦那さんと相談できたりとかすることはいいことだけど、やっぱりあなたの味方はあなたしかいないのでっていうところがあって、うん、なんでその大きい視点の部分から自分を全部 OK みたいになっちゃえば、別にお金を稼いでようが、あの何かをしないようが、なんかね、そう OKOK 言われてるとね、あもういいや自分でやります、やってみますみたいな気分になるんだよね。分かった分かった、もうできるからみたいな。もちろん、うん、だからそこってね、ちょっと男性性でも女性性でもないっていうか、もう全て OK っすって感じなんだよね。女性性やっぱりここにある、あ、まあ、母性っていうかさ、本当に子供を好きでいるとかそういうのなんでしょうってきっと。まあでも子供を好きでいるとかも、まあ、あのある意味その幻想だと思っていますから、そこら辺もちょっとあの三田さん気をつけないといけないところだとは思います。やっぱ子供を好きでいるとかって文化だから、自分がどうやってその文化を作っていくかっていうことでしかないので、やっぱそこは学んだりとか、あの物理的にやるしかない。私も本当にめちゃめちゃ下手くそだと思います、そこは。ただまあそれが悪いことだと思っていないだけなんだと思うんだよね。だからね、そこの子育てで悩むとかも全てそうなんだけど、その全部 OK だとしたらそのことに悩まないんだよね。だから例えばさ、まあ、借金で悩むとかもそうだけど、借金を悪いことだと思っていないとしたら悩まない。母性がない自分は悪いことじゃないと私は知っているから、そこは悩まない。エロい自分が、悪いものだということは信じていないので、そこには悩まないということは悩みがなくなっちゃうんだよね。なんだろう、人のお金をあの楽して使っちゃいけない、なんか主婦とかさ、やっぱ私は長かったからすごい強いんだけど、そういう罪悪感ももうなくなったねっていうのは、自分がさある程度稼げるようになった時に同じ罪悪感を持つからね。別にそれがなんか自分が稼げるのとかなくなるわけでもないっていうか、なんて言えばいいんだろうな、罪悪感。お金とかの関係もそうなんだけど、結局だからそのちゃんと自分が稼いだお金だから使えて、稼いでないお金だから使っていけないみたいなのももうやめないと、本当に自分の価値っていうのを認めないと、やっぱね、そのことによってね、人に対してもそういうことをするから、やっぱりね、女性はやっぱそこにあれが多いよね。自由にあの気分よく使って、感謝して気分よく使ってほしいのになと思いますが、そこもなんかあの親からお金もらえない人とかもそうだと思います。うんうん。あとなんだろう、そうだからその男性性女性性の部分で、やっぱ自分を優しい目で見てあげるっていう男性性の部分もあるし、もっともっとすごいやつもあるっていう感じかな。それは女性性男性性がうまく発揮しなくてもオッケーみたいな感じ、うん、でそれはだからその借金してもオッケーだし、あの旦那のお金使い込んでもオッケーだしみたいなあと何、なんかみんな持ってる罪悪感、お金、あ子育てね、子供愛せなくてもオッケー。なんか女の人ってその子供を愛せないことに対する罪悪感はすごく大きかったりするんですけど、男の人いないからね、そんなこと考えてる人ね。うん、まあ、セクシャリティの部分もそうだね。性欲が多い女っていうのはすごい罪悪感で、まあ、そのセックスレスもすごい私の魅力がないからだみたいな悩みみたいな、男性はもう1秒後には浮気してるのにみたいなね、のとか、なんだろう、だからそういう罪悪感がなければですね、そこは悩みにならないんですよ。やっぱりちゃんとみんな知ってるからそこ悩むんだよね。ちゃんとしたいみたいなさ、そのだからあの借金とかで死ぬ人すごく多いと思う、自死する人やっぱちゃんとしてんだよね、そこは。うん、と思う。もちろんさ、他人に迷惑かけたくないとかさ、でもうん、なんかそういうのだと思うんだけど、あと自己責任みたいな、もちろんそれは素晴らしいことなんだけど、でもうん、なんかそこでやっぱりっていう大きな視点っていうのを忘れないようにしないと、そのあれですよね、男性性女性性が機能しなくなっちゃった時にやっぱりガクってなるじゃん、うん、毎日のことでいけばそれは絶対出てくるよね、うん、
もその視点に行けばさ OK なわけだもんね、うん、なので男性性女性性だから男女性性がやっぱインターチャイルド男性性がまあやっぱりインター彼氏みたいな感じでやるとしたら、まあ、ワンダーチャイルドの視点というかまあそのハイアーセルフの視点っていう 神の視点っていうのがうん、やっぱその3つの視点をちゃんと持つみたいなところもあるのかもしれないですね。だからその神の視点だけでうまくいくんでしょみたいなのってあるじゃん。なんかこう大きい夢だけを持ってワクワクしてみたいな、まあもちろんその引き寄せの法則のあの本赤い本とかねそういうのに書いてあるからだけど、でもそうはそうなんだけどね、多分その地道なことというかその男性性女性の性の部分だからちゃんと自分の望みを見える言えるみたいな部分もそうだし、それに対して常に OK 出したりとか、あじゃあこうしてみようかああしてみようかってしてあげれる自分っていうのもそうだし、なおかつできてもできなくても OK っていう自分もいるというところかな。やっぱでもそこはやっぱり自分に優しくなんだよね。それができませんっていう人はできない、やってないだけだと思う。あのそれができませんっていう人ってねやっぱねあのヨガとか頑張れない人なんだよね。なんかヨガとかそういう体のことってね結局できませんって言っても1日10回呼吸すればいいんでしょみたいな感じの話なのね。だからやれば結果は絶対出るんだよねそこは、うん、だからねあのもしその考え方とかを変えられないとしたらもう絶対体、それはもう絶対そうだと思う。絶対体、肉体、呼吸は変えられるからそっからのアプローチかなと思いますですね。ということで今日はちょっと長かったんですけど、あの明日ちょっとなんか元気になるお話しようかな、こうなんかね元気になるお話ちょっと考えてますね。じゃあねー。